えこんにちは。今回ですね、あの会社や学校がつまらないなら結構情報発信せよっていうですねタイトルで喋っていきたいと思います。じゃよろしくお願いします。やっぱこう僕がその情報発信をやっているときとやってないときのやっぱりあの毎日の充実度であったりとか、もう差っていうのは全然違う生活とかを送れてるなって感じなので。 そちょっとあのやったメリットとかですねそういったものを話していければなと思ってまあ情報発信っていうのもいろいろあってブログでまあテキストで発信してもいいし今だったら動画で発信してもいいですしまあボイシーとかで音声だけで発信してもいいしでこれほとんどが全て無料で発信できますのでまあ絶対に情報発信して自分のコンテンツとか自分のブランド力とかを高めたりとかやっぱそこに例えば Google アドセンスとか何か広告貼って広告収入を得るとかも でできますのでやっぱり人を集めて例えばアドセンスなんてね一クリックされたら20円とか30円や単価は安いんですけどその分広告費用が得られたりとか YouTube だって一応視聴回数で。 あの一一回1再生いくらとかってもらえたりとかするんでやっぱりあのその分情報発信をした分ですねその給料とは別の収益源っていうのがいくつか、まあ、複数生まれると思いますのでやっぱりあの絶対にやった方がメリットあったなっていうことなんですよで一番良かったのはですね僕は情報発信をすることによって暇な時間がなくなったってことなんですよでこれ例えば昔だと暇な時間があれば まあ例えばですね、まあ、断然した充実してますね、断然充実した毎日を今、送れてますね、情報発信する,することによってで、例えば情報発信をする前の僕っていうのも、まあ、たまにゲームしたりとかパチンコ、パチンコなんて本当しょっちゅうしてましたよ、週4ぐらいで多分してましたね、週3ぐらいとか、で長い時なんて1日8時間ぐらいしてた時もあったので、もうめっちゃしてましたね、で田舎に住んでたんで、もうパチ屋ぐらいしかないんですよ、近くに。 あの娯楽みたいのがパチンコに行くかサッカーするか釣りしに行くかみたいな感じだったんでなんかもう成人超えたらもうパチンコになっちゃったみたいな感じでしたねであと暇つぶしに漫画で暇つぶしに漫画読むのって結構ダメで漫画ってめちゃくちゃ勉強になるしあの僕漫画もう絶対賛成派なんですよめっちゃ面白いし超勉強になるし あの文章とかうまいので勉強になるんですけどただ単に暇だから興味もない漫画を読むとかあの例えば同じ漫画でも別につまんないけど暇すぎて3回目読んでるとかこういうのが結構もったいな,ないなと思って実際これ僕もやってたんですよねで。あとドラマを一気見したりとかもやってましたね。例えばあの 自分が仕事をしている時にドラマを録画しといてで録画がたまったら一気に見るとかいやこれも今考えたらめちゃくちゃ時間の無駄だったなと思ったりとかでもなんとも微妙な毎日を過ごしてました、ね、あと暇になったらなんか散歩しに行ったりとかサイクリングしたりとかなんかそういうのって結局リフレッシュになって楽しいんですけどやっぱりそれをやってることによって一年半年後1年後とか人生変わるかって言われたらこの何も変わらないでこのスライドしていく状態っていうのが。 やっぱり一番生活しててもったいないなと思うんですよ。やっぱりこう右肩上がりの曲線っていうのを描くような感じで生活していくとあの充実していくことできるなと思って、このスライドの状態で結構あの危ないっていうか微妙だなって思うんですよね。今ではですね毎日情報発信をしてるんですよ。 まあ例えば YouTube、まあ、今あげれないときあるんですけどその代わり SNS とかブログとかやったりとか YouTube、SNS ブログなどなどで何かしらでも必ず発信毎日はしてますね何かしらで,で要は暇な時間に何かできることをタスク化できればやっぱり一日一日が無駄にならない行動ができるということが結構これ大事だと思うんですよ、まあ、例えば YouTube もやってればあ今日あげなきゃとかなれば あの暇のじ今までだったら暇な時間があるんだけど YouTube を上げ,なか上げなきゃっていうタスク,をタスクがあることによって YouTube 動画をアップしてで例えばそれがまあ1ヶ月間続けば30動画が。 自分ののの YouTube チャンンンネルのコンテンツに入るわけじゃないですかでこの30動画っていうのは消されない限り1年も2年も3年後もずっと自分の人生プラス30動画っていう形でスライドしていきますので,でこの30動画っていうのを2ヶ月目で60動画3ヶ月目で120動画とかっていう形にしていければあの結構右肩上がりの曲線を描いて。 まあ生活でできるんじゃなないかなと思うのでやっぱりこういうことをやっていくとどん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 生活って楽になるし自分のブランディング力であったりとか自分の発信していることについてやっぱ共感してくれる方がいらっしゃったりとかするのでやっぱり人生っていうのはどんどん楽になっていくと思うんですよね。でこういうのは結構大事ですよね情報発信するってことがめちゃくちゃ大事であってあと無料で自分をブランディングして発信活動できる、まあ、発信活動できるんですよ。できるののにしないい人っていうのは 本当に大,損大損ぐらいいの勢ででなっちゃううと思うんですだから昔ちょっと前って YouTube とかってなかったし動画上げるのってめちゃくちゃ大変ですし動画で何かを使える伝えるって大変ですし WordPress だってその綺麗なデザインがなかったりとかそのノートとかブレインとかそういった何かあのココナラとかそういったあの無料で発信できるコンテンツっていうのもなかったのでだからそれで発信活動をしてないっていうのは結構 あのこれはもったいないなんですよ結構大損してるなって思ってて僕もできる限り全部試しに使ってみてであのもう絶対全部使えますねまずま,まずチャレンジして使ってみて何かコンテンツとかをあの販売したりとかしてで使いにくかったら使いやすい方にシフトチェンジしたりとかだから新しいサービスができたらもう絶対登録してあの使ってでそこでいいか悪いかとか見たりとか。 でいい点がよかったら今後の参考にしたりとかそういったことで絶対に何かしら新しいプラットフォームが出た時は自分もすぐ使うようにしてますねやっぱり自分も15年ぐらい前から情報発信やっていけばよかったなって後悔してるんですよ例えば15年前ぐらいからブログを書いたりとか何かしらで情報発信したりとか15年前だと Facebook とかですかミクシとかが のモーバゲーとかありましたよ、ね、もうこれでも何でもいいとですが、ね、ガラケー時代から稼いでる人って稼いでるじゃないですか実際にだから実際にその15年ぐらい前からしっかりと情報を発信して自分のコンテンツとかですねちゃんとやってればよかったなと思うので僕がそのちゃんと情報発信しだした時って多分 YouTube を2019年の1月とかから本格的にやり始めたんで。 まだ1年半しかやってないんですよでも逆に1年半毎日じゃないですけどほぼ毎日情報発信をしたことによってあこんなに1年間で人生で変わるんだって思ったりとかあ1年間でもこんなに影響力持てたりとかあのこんなに発信できるんだって思ってあじゃあこれ1年間やったってことは 逆に5年前から10年前からやってたらこれとんでもないことになってたなと思ってて本当に後悔しますよねだから今何もやってないって方は今すぐにでも何かしらやった方がいいと思うし勉強になると思うので、まあ、例えばブログ書いてみたりでもいいし YouTube でしゃべったりでもボイシーでしゃべってみたりでもいいと思いますし。 まあ、なんかノートとか使ってみるとかココナラとか何かそういった自分の使ったことないプラットフォームにちょっとあのチャレンジしてみるとかすごい大事かなと思いますね。で情報発信をしてから、まあ、得たメリットっていうのはやっぱこれが一番僕はもう大きいですね暇な時間がとにかくなくなった暇な時間がちょっとでもあったらなんか何も考えずにパソコンを開いてパソコンを触るみたいな感じになっちゃったんですよ。 だから趣味,趣味ですよねもう趣味がパソコンを触ることみたいな、趣味がコンテンツ作りであって、趣味が情報発信、で趣味が物販であって、趣味がサイト作成とか、なんか作るのすごい好きで、で最近もあのファイナルカットプロ買ってあの、MacBook Pro 買って、ファイナルカットプロ買って、動画作成とかしてるんですよ、初めて。あのアニメーション作ったりとかでこれも ブチヘッドは1日で結構覚えられて1日で5分ぐらいの動画作ってで結構クオリティ高いの作れたのであちょっと今度 YouTube こっちの YouTube でも何か作って載せたいと思いますでそれぐらい何か作るのって楽し,く楽しいんですよね結構好きでそういうことってだから本当に暇な時間今までは暇な時間があったら何かもう友達とラーメン食いに行ったりとか特に何もせずに。 ラーメン食いったり飲み行ったり焼き肉行ったり、まあ、とりあえずパチンコ行ったりとかでパチンコ行くとこの今チョダマシステムとかあるんでパチンコのカードの中にチョダマを入れてた玉が溜まってるとまた打ちに行かなきゃみたいなこれはもうパチンコの戦略ですねまさにそうだからこの暇な時間がなくなったっていうことが例えばパソコンさえあれば あのカフェ行ってもいいし図書館行ってもいいしファミレス行ってもいいしなんかもう全てが仕事場っていうことにできるし逆にこうカフェでパソコン使っててなんか一日過ぎるぐらいの方が僕結構好きなんですよそっちの方が。だからなんか何も目的も 目的もなしに友達だってラーメンだけ食ってなんか話して売買するよりもそれだったら1人でパソコン持ってカフェ行ってカフェでも、まあ、レンタルオフィスでもいいんですけど、まあ、そこで作業してる方が全然一日の充実感だったりとか例えばそれをやっぱり1週間とか10日半月とかやった時にその 1, 1ヶ月後とかの。 やっぱ自分のコンテンツ量とか自分の情報発信の量とかっていうのが全然もう変わってくるのでやっぱりどっちを取るかっていった時にやっぱりその自分に投資して自分の時間に投資してで仕事した方がもう絶対どんどん仕事って楽になっていくので僕はもう本当にそういった趣味みたいな感じで常にパソコンいじってるような感じでやってますね。やっぱりあのメリットとししててては自分のコンテンテツに共感くくれる人が結構多くて例えばあの YouTube のコメントとか LINE アドとかでもなんかいつも勉強させてもらってますとかあの参考にしてますっていう声をやっぱり1日1回ぐらいですかね2日に1回とか頂い,いてますのであこんな自分でもなんか誰かのためになってるんだとかあのって思うんですよね。で1年間に情報発信やってきて、き あなんかやっぱり、ね、悩みを解決するのってすごい重要だなと思ってっ共感してくれることってすごい嬉しいですよねやっぱりあのいろんな人からのメッセージとかいただけるのでやっぱりつながりとかフィードバックとかももらえるんですよなんかもうちょっと深掘りして話してほしいとかなんかあの音がカサカサして聞こえにくいとかそれでフィードバックってすごい大事なんですよだからそれ指摘いただけるとあのまた自分で改善点ってなるので まあそれをずっとこう繰り返していけばやっぱりいいものって出来上がると思うので,で情報発信をコツコツやってきて、まあ、少しだけ認知度も増えたと思うので、まあ、そういったことも結構大事かなと思ったりとか、まあ、話のネタとかにもなりますよね誰かと話した時になんか例えば何やってるのとかなった時に例えば YouTube でやってるとか、まあ、you も YouTube も1600人超えてこれもうコツコツやったから1600人超えたんですよ。 1>, で1年間コツコツやって1,600人こすって結構頑張ったと思うんですよね。でたかが1,600人かと思うんですけどなんか僕はもうすごいあの1,600人でも全めちゃくちゃありがたくってもう感謝しかないですね。だから1,600人って逆にすごいですよね。自分の一つのコンテンツに1,600人の人がいるっていやすごいことだと思いますよね。 100人でも200人人ででももすすごいいと思いますよねだから今からでも YouTube やったりとかだから最初は自分の得意なこととか自分の経験とかを YouTube で発信していけばいいと思うんですよ。例えば自分が初めて1,000円稼いだ経験とか毎月例えば1万円稼げてる人だったら毎月この方法で1万円稼いでるとかもう全然いいと思うんですよ。あとなんか,なんか節約してる方法とか。 なんか部屋の片付けする方法とかでもいいと思うんですよパソコンの使い方とかこんな当たり前のことでもいいんですよ Gmail の作り方でもいいし Twitter の作り方でもいいのであのそういった情報って絶対誰かのためになるんですよだから自分が知ってる知識とかっていうのはあの誰かに渡すことによってやっぱそこであの自分のブランディングだったりとか。 自分のコンテンツにファンができたりとかするんで結構毎日何かしら情報発信するのってやっぱすごい大事だなと思いますね。まあ、簡単にまとめるとでそう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 ,そう, <laughs> そうだタイトルに戻ると会社や学校がつまらないな情報発信ってことなんですけどつまらないってことは今やってることにワクワク感とか充実感っていうのがないのが絶対原因なんですよ。もうこれ絶対これじゃないですか多分 つまらないと僕も今今まで製造業とかやっててテニスボールとか作ってたんですよ一日何千個とかもうあの手でこう押しつぶしてこうメルトンっていうなんか周りの皮みたいなのあるじゃないですかザラザラしてるやつあの布みたいなやつ絹みたいなやつそれをこう貼り付けてやるんですよ機械がこうガッシャンガッシャン作ってなんか10秒に2個ぐらいできるんですかね確か。でそれを例えばこう10秒のうちに1個。 ななんか張り直すみたいい超早いんですよもう手がもうプッ2人でやって多分10秒で1個ぐらいやってたかなって感じでめちゃくちゃ作るんですよでもうワクワク感がもうないじゃないですか要は自転車操業右から左の作業みたいな感じの毎日を送ってたんですよで休みの日はパチンコしたりとかなんかラーメン食いに行ったりとかですよね基本的にで。この時にワクワクク感があ,あれば もう絶対に人生変わっっててると思って、まあ、例えばもうパソコンでブログ書けば書くほどあの右肩上がりで収入が上がっていくとかアフィリエイトとかでで物販だって出品すればするほど一日の売れる数が上がってくるから毎日例えば5品でも出品するとかこれって絶対ワクワク感につながるのでだから今つまらないとか思ってる方って何かしらのワクワク感っていうのを探しに行けばいいと思うんですよ。それって今 で昔ってワクワク感を探すのってすごい大変だったと思うんですよ。例えば本とか誰かに会うとかしかできなかったですよね。でも今ってもうインターネットがもう網羅しててオンラインで全て解決できる。例えばここならでもいいですし。 まあ、例えばヤフオクでも何かそういった情報を売ってますしインフォトップとかインフォカートとかっていうのもありますし、まあ、誰かに聞いてもいいし YouTube 見てもブログ見てもいいと思うのでだから今何かがつまらないとかっていう方は多分一つでもワクワク感っていうのを手に入れた時にでそこにしかも没頭できるようになればまた人生っってて結構変わってくるんじゃなないいかなと思いますねだ僕の場合は物販ですね。eBay 輸出を初めてやった時に ワクワク感しかなかなったですよ初めてあ日本の商品ってアメ,ア,メアメリカとか海外に確かに人気あるなってでその価格差を利用してあの利益って上げれるんじゃないみたいな本があったんですよ「週刊スパ」ですねあのちょっとうさんくさいスパを見てて立ち読みででそこでもワクワク感手に入れたんですよあなんかやってみたいってチャレンジしたいと思ったんですよその時に。で次の日にあの 買いに行ったんですよね本屋さんに ebay 輸出で50万みたいな本買ってで自分でアカウント作って PayPal 作ってで初出費とか初仕入れとか初発送とか全部が初じゃないですか英語で英語のサイトですしあのインターネットビジネスも初だし初全部初だったんですよ外人の人とメールでやり取りするとか全部初これってワクワク感って自分の成長にも、まあ、あのイコールでつながるんで 本当にかかか最初の方楽しかったっすねだから出せば出すほど資産が上がっていって売れる確率論、まあ、確率論で僕いつもやってたんで出品すればするほど売れる確率論が高くなるからあの毎日の利益っていうのが増えてでその母数っていうのを上げれば上げるほど利益っていうのが毎日増えるから、まあ、とにかくワクワクしながら出品してたっていうだけなんですよね。だからら今つまらないいっっていう時間がもしあった時にワクワクク感の ことを何か見つけることができればそのつまらないと思う時間っていうのをすべてあの楽しい作業っていうのに変えることができるのでそれって別に YouTube でもブログでも物販でもアフィリエイトでも何でもいいと思うんですよでもこれで気をつけてほしいのが株とか FX とか仮想通貨とか明らかに元本割れしちゃうことをやっちゃうとあの逆にワクワク感からの絶望感になっちゃうので要は借金背負ったとかあのすっからかんになっちゃったとかなるじゃないですか だからそういったあのリスクが大きすぎることはやらないで絶望感にならないために何かあの無料で発信できるコツコツできることをやるのがいいと思いますね。やっぱなんだかんだコツコツやっていくのが一番大事だと思いますしでこれからも僕コツコツやっていこうと思ってますしなんかあぐらをかいてなんだろうな。 もう何もしないとか絶対思わないんですよ。毎日すでにあの毎日常にやっぱ3時間ぐらい音声勉強したりとかインプットしてるしてますし、今だとあの。 ファイナルカットプロ買ったんで新しいパソコンでそこでまた動画編集の勉強したりとかするんで,でこの動画編集の勉強してる時もやっぱ楽しいんですよねは初めてのことなんでだからそれって結構つまらない時間じゃなくてワクワク感の時間で,で一回作業っていうのを覚えちゃえばあの自分の一生の資産になるんですよあの自分の資産っていうのは自分のスキルとこれも同等なので例えばもう海外に発送できるスキルもこれ資産だし イーベイで出品できるスキルも資産だと思うんですよ海外に出品できるあと YouTube でなんか動画をアップするのもこれ資産だとちっちゃい資産なんですけどこれも資産になるのでだからそういったことをですね積み上げていくのっていうのはすごい大事なのでまあそんな感じでまた、まあ、チャンネル登録とかもしよかったらどんどんアップしていこうと思うのでなんかチャンネル登録 お願いしますとか言うのってなんかめっちゃ久しぶりだなと思ってなんか逆にもチャンネル登録とかいいね押してくださいとかもう言わないでおこうって今思いましたねなんかノリで言っちゃうかもしれないですけどなんか特に必要ないかなと思ってであともう YouTube やるとかも絶対 BGM とかなんか効果音とかも入れるのってあれ結構いらなくないですかって僕いつも思っててだからそういうのも絶対入れないようにもう声だけもう声の一本勝負でカットもしないし 何だろうなつまずいても切らないし編集しないしみたいにもう常に一本勝負ででやってるんですよねで今だとあの与沢翼さんが「与沢の流儀」っていうのを50箇条ぐらい出してるじゃないですか多分一本勝負ですよね30分ぐらいずっと喋ってるんですよ。で噛んでも切らないし編集もしないしみたいな感じなので僕ももうずっと昔からそのスタイルでやってるっていう形なのでいつももう。 勉強させてててもらってて本当楽しいです楽しいっていうかなんか本当に心もともとすごいいい人なんだないい人って悪い人じゃないですけどなんかめっちゃ勉強になってあの本とかも買わせててていいただだ読んだりしてますねだからテレビとかはたまに出るんですけどもう絶対録画してみるようにしてていやなんかすごい勉強になりますねほんとありがたいですよねああいう人が無料で喋ってくれるってしかも無料で聞けるって。 だからこの無料でできることを逆にや,やらないとかっていうのがすごいもったいないと思うんですよね。じゃあまあそんな感じでちょっと長くなっちゃったんですけど、まあ、情報発信ですね是非何かしらやってみましょうってことですね。じゃあありがとうございました。